あとセルクルブルフェアやばいっては聞いてます。っていうか、あの、上田が行く前に、あ、セルクル厳しいなみたいな話はしてたんですよね。これ大変だぞ、みたいな。あセルクルがやってるサッカーが無て縦ンだったのもきついんですが、上田トップ下だったのが記事とかでも問題見たく言われてます。そうですね。最初に、あの、見たときに答えた通り、誰かがスペース作って入っていくとか、誰かが背負ってそれによってライン乱れるから相手の裏抜けるとか、ワントップとか、うん。 よりは、ツートップの下がり目っていう考えれば、トップ下って書き方とさ、セカンドストライカーって書き方で全然変わるじゃん。トップ下だと香川のイメージになるし、セカンドストライカーだと岡崎のイメージになるじゃん。実際試合見て、現象として、上田が適正なとこ置かれてるかどうか。セルクルブルージュセルクルブルージュはワントップだ <laughs> ワントップだセルクルブルージュセルクルブルージュ、ワントップ。これワントップ、ワントップ下なのかな セルクルブルージュ433も使うわ。上田がいた方のブルージュで。上田もうまくいってないのか。じゃあ上をね、感じ違いだけど上田はきついかもなー。いや、でもセルクルワントップだわ。4231のワントップだから、セカンドトップ的に使われたらまだいいかもしんないけどね。セルクルのちょっとやり方見てみます。セルクルどんな感じなんかな。 フォーバックでそのままボックスビルドアップしてんなぁ。ボックスビルドアップってセンターバックとボランチが縦に並んじゃって前にボールが進んでいかない現象ことなんですよで。サイドバックが低い位置張ってて。いやぁ、この感じかーセルクル。監督変わったりしてないのかなか引っかかってもうめっちゃショートカウンター受けてるわ。あーこれ苦しむなぁ。ここでガツガツ行く系のフォワードだったらいいけど、 そうだね。で、結構ね、ツートップが距離開いた状態で好き勝手動いてんね。両方が逆サイドのサイドバック裏のところ狙ってるから、ある意味鹿島っぽいけどな。でも鹿島はそこのリンクマンをさ、鈴木優馬がやってたじゃん。鈴木優馬いない鹿島みたいな感じだね。だ上田綺世がセカンドトップ任されるんだったら、このホテッチのところの任されるならいいけどな。上田綺世これ苦労するな。うーん。 ほんとね、まじであれですね、この力みたいな。だから上田綺世に雑にボール入ったりして、そこでキープして周りに落として、その後ゴール前走り込めるかみたいなとか、カウンターの時に、まあ最低失わない。うん。ある意味、あの、上田安瀬が一番足りないとこを求められるチームだから、そこが伸びていいかもしれないけど、本当だったらね、上田安瀬ってジェズスみたいな選手ですからね。イヤゴアスパス系の選手だから。 こ,こでこが全くないわけじゃないけど、そこが一番の武器じゃないからさ。ね、もしかしたらそっからモナコにステップアップしてみたいなね、日本人ツートップみたいなあるかもしんないけどね。このチームで成功したら上田綺世マジですごいよ。 情。